が、まあ、持ち方が前さっきの忍者化に似てはいるんですけど、相手の襟おおなかなか説明がうまいじゃないですか。これが持ってなかったらこの技は決まらないのでやめてください。ここと相手を首後ろ持ちます。で、まあ、一番簡単なパターンとしては足をこう持ってきて、方向としてはこっち側に入ります。で、このままでサルマダサい左足でケツを押し止めとくわけね。で、結構これ逃げにくいんで、うん、手さえ離れなければ、手切れなければってこと。はい、これで抑え込みで、あー、ダサいになりますありがとう。これで続きがあった。相手が返そうとしたら結構やっぱり耐えるんで、その場合は今度はこっち側にできて、これで押さえ込んでもいいですし、右手を持ち替えて、ああそれ強い、押さえ込みに入ってもいいっていう技です。わかりました、ありがとうございます。